岩手湾港広報室始まるよ。今週のテーマは鳥インフルエンザの発生防止、我が家の鳥と養鶏産業を守るために。岩手県は鶏肉の生産量全国3位を誇る産地。養鶏業は岩手県にとって重要な産業ですが、鳥インフルエンザ、中でも高病原性鳥インフルエンザが発生すると感染の拡大を防ぐために、発生が確認された場所で飼われている鳥、鶏を全て殺処分することになります。これは農場に限らずペットの鳥も同様です。発生農場での殺処分のほか、感染拡大防止のため周りの農場の鶏や卵の移動が制限されます。制限は発生農場を消毒し、周りの農場に異常がないことが確認されるまで続きます。移動が制限されることにより、鶏肉や卵の出荷ができなくなり、養鶏産業に大きな経済的被害を与えることになります。それでは発生を防止するためにはどのような対策を行えばよいのでしょうか。鳥インフルエンザウイルスは渡り鳥によって国内に持ち込まれます。したがって周辺に池などのある養鶏場は忌避テープなどにより野鳥の飛来防止対策を実施することが重要です。また養鶏場に出入りする人、物、車両の消毒を徹底するとともに、鶏舎の壁穴や隙間を塞ぎ、野生動物を介してウイルスが持ち込まれないようにしてください。愛玩鶏を飼っている皆様も鳥小屋に出入りする際は衣服の着替え、手洗い、靴底の消毒を徹底してください。鳥インフルエンザ防止のためには、養鶏場だけでなくペットとして鶏などを飼っている皆さんも徹底した対策が必要です。飼っている鳥が弱っていたり、複数の鳥が死んでいたりする場合には、速やかにお近くの家畜保健衛生所にご連絡ください。対策を徹底して我が家の鳥と養鶏産業を守りましょう。岩手湾港広報室、来週もお楽しみに。